ネッカー・シュタイナ派は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセン軍に属す都市。バーデンビュルテンベルク州のハイデルベルクから東に15キロメートルのヘッセン州最南端、ネッカーガー沿いに位置する。口述するように四つの城郭を有するため、四つの城の町フィア・バージェネクとしても知られる。この町の名前は、オーデンバルトを流れるシュタイナ派側が、 ネッカー川に注ぐ河口に位置していることに由来する。市の紋章は、ミンネゼンガーのブリカー・フォン・シュタイナ派にちなんで、ハープの衣装が用いられている。ヒンターブルクからのネッカー・シュタイナ派の眺め、ネッカー・シュタイナ派は、交通の上でも、文化的にも、ハイデルベルク付近の北部バーデンの狭い、ネッカー渓谷により、ヘッセン州の他の部分と結びついている。この町は、 他の道軍に属す市町村と共に、ラインネッカードライエックに属している。ネッカー川北岸を連邦道 B37 号線と、ネッカータール鉄道が通っている。シェーナウへ向かうかつての支線沿い、城山の背後にあたる市の北西部にもう一つの入植地が設けられた。東部の市区は小さいもので、連邦道 B37 号線の南に造船所から発展した工業地域が位置している。 ネッカーシュタイナ派の中心部は、フォアデアブルクの南東下り斜面に位置しており、城下町として14世紀には、城壁で囲まれていた。この集落は、北と東にシュタイナ派側、南にネッカー側、西に城山と境を接している。ネッカーシュタイナ派の風景は特に、ネッカー側を挟んで向かい合う、ディルスベルク城塞との対比で特徴づけられる。ネッカーシュタイナ派の、 タルスベルクシクとグラインシクは北のオーデンバルトへ上り、斜面に位置する古い入植地である。ネッカーハウゼンシクは、ネッカー川を3キロメートル遡った場所にある。ネッカーシュタイナ派は、北を、ヘッセン州のヒルシュホルンとやはり、ヘッセン州の市町村に属さない地域である。ミヒエルブーフ、東を、ヒルシュホルンとシェンブルン、南をネッカーゲミュンと、西を、シェーナウと境を接している。 2003年12月31日現在の市区別人口は以下の通り。マネッセ社本に描かれたブリーカーフォン主体な派ネッカー主体な歯派に人が定住した最初はおそらく戦士時代にまで遡る。水と森の豊かなこの地域は狩猟と漁労に理想的な環境であり、冷たい北風や東風から守られた地形は定住するのに公的であった。 7世紀にネッカーシュタイナ派の周辺地域はロプデンガウに含まれ、その全域がボルムス市教領に属した。1142年に初めて霊園領主としてブリーパー・フォン・シュタイナ派の名が記録されている。ボルムス、ヒーテはブリーパーとその子孫はネッカーシュタイナ派にこの地の歴史と深く関わることになる4つの城を築いた。14世紀のこの町は、 領主の主体なハ系によって築かれた堅固な防壁に囲まれていた。これにより外壁に囲まれたフォアデアブルクと城下町は閉鎖的な城塞都市となっていた。この都市はフォアデアブルクとヒンターブルクにそれぞれ半分ずつ属していた。1377年にネッカーシュタ体な派は初めてスタッドと記録されているが同時に 宮中白ルプレヒトの領主権も認められていた。1381年に初めて市役所が建設された。ここで15世紀前半に都市条例が制定されたが、その後改定、補足された。現存する最も古い条例は1537年のもので、ある。ハンス三世の母皮主体な派領主家のハンス三世は1522年に、早くも、 ルター派の信仰を公言し、ネッカー主体の派に早速宗教改革をもたらした。1526年にワルター派の説教師、ヤーコプオッターがこの町に招聘されている。三十年戦争はこの都市に甚大な被害を与えた。ティリー博率いるカトリック連盟軍は1621年の秋にラーデンブルクを陥落させ、 ネッカーシュタイナハオも占領すると、1622年4月に、対岸のディルスベルク城の包囲戦を行った。その後、カトリック軍は一時的にジンスハイムまで撤退したが、ビンプフェンの戦いの後再びこの街に到来し、宿営した。この時ペストが猛威を振るった。1631年に、バイエルンの占領軍は、スウェーデン軍に追い払われた。 その後ベストが再びこの町を襲った。シュタイナ派領主家が1653年に断絶した後、ボルムス司教区とシュパイアー司教区は霊園管理官を派遣した。このうち、シュパイアー司教区の管理官は、ヒンターブルクを館とした。1657年に、司教領の霊園は、マインツ大司教の血縁者にあたる、ボルフ・ハインリッヒ・メッテルニヒ・ホンブルシャイトの所領となった。 この際、両主の相続人から自由領をも獲得している。メッテルニッヒはカトリックを牧主しており、所領ではその信仰が再び奨励された。このためネッカー死体ナハの教会は1662年から1908年まで多宗派共同の教会となり、最大三宗派が共同使用していた。プファルツ継承戦争では、フランス軍、ザクセン軍、 ブランデンブルク選定公軍、バイエルン軍がネッカー渓谷を往来し、宿営地にされたり、軍勢を徴収されたりした。1638年以降、多くのロマンス語地域がプロテスタント化され、このため宗教上の理由で、フランスから追われたユグノー派の人々がネッカー主体な派に今日定めた。この中には、食工や川なめし職人がおり、先の戦争で全てを失った。 この都市に経済復興をもたらした。18世紀前半のネッカーシュタイナ派は、スペイン継承戦争、ポーランド継承戦争、オーストリア継承戦争に参軍した軍勢の宿営地や野戦病院の所在地として利用された。1699年にネッカーシュタイナ派地方は、女性も相続可能な所領として、カスパー・フーゴ・フォン・メッテル・ニヒツー・ミュレナークのものとなった。 ところがその後継者は1738年にネッカーシュタイナ派周辺の所領をフントハイム男爵の後継者に仕入れした。フントハイム側は1744年に領主権をも手に入れ、メッテルニヒ側は担保を取り戻すことが不可能になった。両領主はそれぞれに市長を立て、領民も両派に分かれて激行した議論を戦わせた。 フーゴ・フランツ・ボールフガング・メッテルニヒは1750年頃にこの都市を再び閉廷し、領主権を統一した。しかし早くも1754年に彼が亡くなると、プファルツ選定公とボルムス司教が領主権を主張した。町はまず一旦、プファルツ選定公領となったものの、1763年には皇帝の命令によりボルムス及び、シュパイヤー司教本部領となった。 さらに1803年には世俗化によりヘッセン領となった。1842年から1843年にエーバーバッフ派からハイデルベルクへの国道が建設され、このために支壁が撤去された。1878年にはネッカー川に鎖検意式船舶航行システムが設けられ、1879年にネッカー主体な派を通るネッカータール鉄道が 完成した。ネッカーシュタイナハ市役所2006年3月26日の選挙時点でネッカーシュタイナハ市議会は19人の議員で構成されている。市長のエイバーハルトペトリは2006年3月26日の選挙で73.8%の支持票を獲得し再選された。シャーデック上ネッカーシュタイナハの最も重要な見どころは 市中心部の西側にある山寮及び、ネッカー渓谷の斜面に立つ四つの城、フォアデアブルク、ミッテルブルク、ヒンターブルク、シャーデックである。これらの城は1100年から1230年の間に、一部はボルムス及び、シュパイアー市橋寮の霊園として、一部は自由諸領としてこの地を治めた主体の派家によって建設された。中世後期には、 様々な下級貴族が上司となった。16世紀に全ての城がランドスキャドの所有に戻された。1653年にこの家系が断絶し、メッテルニヒの家の家系の所領となったが、この家も1753年に断絶したため、ボルムス及びシュパヤー司教の手に渡り、1803年の売身化、世俗化によりヘッセン領となった。ヘッセンは、 フォアデアブルクを指定に売却し、ミッテルブルクとヒンターブルク上司を自由所領の相続人であるドルトケに貸しした。ドルトケは後にフォアデアブルクも獲得し、ヒンターブルク上司を返納した。ミッテルブルクは16世紀半ばにルネサンス様式の上官に改築され、さらに19世紀にゴシック様式に改装された。現在はバルスベルクドルトケが住んでおり、フォアデアブルクは バルスベルク家の森林管理事務所となっている。ヒンターブルク城市とシャーデック城市は自由に近づくことができ、訪れることができる。特にシャーデックからは蛇行する、ネッカー川と対岸のディスルベルク城塞の眺望が楽しめる。ネッカー主体の派のプロテスタント教会ネッカー主体の派のプロテスタント教会は、もともと村の教会であった。1483年に、 シュタイナ・ハケのブリック14世によって、後期ゴシック様式で建てられた。教会は16世紀初めに、プロテスタント化され、1662年から1908年まで3つの宗派の共同教会として用いられた。この教会の重要な文化財は、シュタイナ・ハケの数多くの墓碑と、1483年のステンドグラスのレプリカである。 ネッカーシュタイナ派のカトリック教会カトリックのヘルツイエーズ教会は1906年から1908年にフリードリヒピュッツァーにより建設されたネオバロック建築である。1750年の主祭壇は中央に聖シテファン像があるが元々はマインツゴンゼンハイムの聖シテファン教会のものであった。脇祭壇は現在のカトリック教会が建造される前は 共同協会にあったもので、1711年に作られたものである。木組建築、アントマン市役所は、16世紀の旧市役所後に1861年から62年に建設された。14世紀の初代の市役所はこれらとは別の場所にあったと推定されている。ネッカー主体の刃には、歴史的な建造物が多く残されている。 14世紀の旧市壁跡近くには、中世風のブリッカーガスセと名付けられた象景がある。木組建築アントマン、ヒルシュ通りの旧シナゴーグ、キルヒエン通りの歴史的な建築群であるシェーナウアー、豊富がある。町の高度が低い箇所は何度も洪水に襲われており、ヒルシュ通りには、洪水の指標がある。最も高い洪水は1824年。 直近の洪水は1993年であった。ダスルベルクには歴史的なゼバスティアンレーハイドがある。ニーベルンゲンパークの彫刻ネッカーシュタイナハ駅、ネッカーシュタイナハ及びネッカーハウゼン地区には1879年に開通したネッカータール鉄道ハイデルベルク、モースバッハ、バートフリードリヒスハル線沿いの駅がある。2003年からは ラインネッカー S バーンの S1 系統及び S2 系統が30分ごとに発着する。1928年から1981年までは主体の派川沿いにシェーナウに向かう支線が走っていたが、旅客営業は廃線になる前の1969年にはすでに廃止されていた。現在の動脈にあたる交通施設は連邦道 B37 号線である。 ネッカー渓谷の貨物輸送は、この町で長い伝統を持つ職業である。この職業は、船舶所有者一家が担っている。旅行業者は、ハイデルベルクとエーバーバッハの間のネッカー川沿いを保養地として推奨している。多くの旅館や宿泊施設がある。基礎家庭、本家庭、実業学校を併設したフライヘルフォーム・シュタインシューレ。これらの文献は、 翻訳元のドイツ語版に参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。